サビルローは、イギリスロンドン中心部のメーフェアにある通り。オーダーメイドの名門高級紳士服店が集中していることで有名。通りは、コンジットストリートとビーゴストリートの間を、ディリージェントストリートと並行して走っており、バーリントンガーデンにつながっている。英語では、客の要望に合わせた紳士服を仕立てる店を、ビスポークテーラーというが、 これは客に希望を話されるから作られた造語であり、サビルロー発祥であると言われている。かつては、ウィンストン・チャーチルや保冷書、ネルソン、ナポレオン三世などの顧客を抱え、チャールズ皇太子など、王族も通うことから、ゴールデンマイル・オブ・テイラー・リングの異名を持つ。日本語の、セビロという言葉の由来となったとの説もある。サビルロー百三十一年と百三十五年に、 バーリントンエステートの開発の一環として建設され、当時のバーリントン伯爵、リチャード・ボイルの妻であるドロシー・サビルの名前を取って、サビル・ストリートと名付けられた。当初は、途中のボイル・ストリートまでしか通りがなかったが、1938年に、コンジット・ストリートまで伸ばされて、東側にしかなかった建物は西側にも建設された。サビル・ロー当初サビル・ローは、 軍の関係者やその家族の居住場所であり、首相賞ピットやリチャード・ブリンズリー・シェリダンも同地に住んでいたことがある。しかし1800年代に入ると、紳士階級の間で服飾に関する興味が集まり始め、中でも軌道楽として知られたジョージ・ブライアン・ブランメルは、バーリントン地区、特に現在のサビルローから日本南にある、コークストリートの周辺の仕立て屋を支援していた。 1846年には現存する仕立て屋としては、サビルロー最古として知られる、ヘンリー・プールが店をオープンしている。1969年には、ナッターズ・オブ・サビルローがオープンし、ショーウィンドウでの展示などサビルローに新しい風を吹き込み、これらの現代化は、リチャード・ジェームズやオズワールド・ボーテングなどによって1990年代まで続いた。しかし、 サビルロー地区の賃料の高騰やジョルジオ・アルマーニによる時代遅れとの批判などから2000年代中頃までに多くの紳士服店が移転もしくは閉店した2005年には周辺の再開発が地場産業とも言える紳士服業界を危機にさらしているとしてサビルロービスポーク協会を結成しこれらの問題に対処しているギーブスホークスサビルロービスポーク協会は サビルローやその周辺のビスポーク、テーラー産業を保護しようと2005年に結成された。会員には、アンダーソンシェパード、チャーリー・アレン、オズワルド・ボーテング、アンソニー・ジェイ・ヒューイット、ノートンサンズ、デイビスサン、ヘンリー・プール、エビス、リチャード・アンダーソン、リチャード・ジェームズ、ハーディ・エイミス、ギーブズホークスなどがいる。アップルコアの旧本社、 ビルビートルズが設立したレコード会社アップルコアの本部は3番地のビルにあり、他バッドフィンガー、メリーホプキンなどがこの建物にあったスタジオでレコーディングを行った。バンドとして最後の屋外演奏となったルーフトップコンサートもこのビルの屋上で行われた。2018年現在は1階にアバークロンビーフィッチの子供用服食店であるアバークロンビーキッズが入店している。 シリーズの主人公、ジェームズ・ボンドが、サビル・ローのスーツを愛用しているという設定になって、いるのは、映画、ドクター・ノーでの彼のセリフにもある通りだが、実際に、映画本編で着用されているのは、ショーン・コネリー時代は隣接する、ポンジット・ストリートにあったテーラー、アンソニー・シンクレアであつらえたスーツを着用した。ロジャー・ムーア時代もマウント・ストリートにある、ダグラス・ヘイワードなどのテーラーを利用した。 主人公、フィリアス・フォッグは、サビルロー7番地の屋敷に住んでいたと設定されている。なお、彼が所属していた、リフォームクラブは、サビルローから575歩歩いたところにあったという。劇中に登場する、国際情報組織、キングスマンは、表向き紳士服屋として、サビルローに店を構えているという設定。外観と店内は11番地にある。 ハンツマンサンズでロケを行っている。ありがとうございます。